にも早く食べてもらいたい。食べてね。スプーンの光の加減いかがですか。大丈夫でしょうか。ヒールの挟まっちゃ、はい、大丈夫ですか。はい、こんにちは。一言お願いいたします。はい、今日は皆さんお集まりになってありがとうございます。いつもは、うん、お家に帰って、あ、時間あるなと思って、じゃあ今日のおいしい夜ご飯作ろうと思って、そういうふうに作ったり、うん、あとはなんだろうな、お野菜が、間違えた、お魚がすごい好きだから、あのお魚を使った料理とかも美味しい。で、忙しい時はね、なんかあのスーパーに寄って、でその日の夜に作って朝食べたりとかもするの。週に3回ぐらい。結構作ってらっしゃるんですね、はい、忙しいのにお料理はしっかりと作られるんですね。はい。あ、素晴らしい。ちなみに得意料理は何ですか。金目鯛の煮つけ。金目鯛の煮つけ、かなり本格的な感じですね。本当、ちなみにバレンタインは、あ、あるよ。なんかちょっと気になる人がいて、でその人になんか、あ、チョコあげようと思ってハートのチョコをあげたの。ハートのチョコ。で、なんか恥ずかしいから手渡しじゃなくて、その人の家のポストに入れたので、そしたらなんかキャーって入れたから、その後日その人が、あ、チョコありがとう、でもハートの真ん中が思いっきり割れてたから嫌いかと思ったよって言われた。今年はある、すっごい楽しみにしてて、うん、今年はどうしようかな迷ってる。何だっけな、何かを作る、何かを、うん、楽しみですね、はい。